うん、大丈夫だから、とにかく各フレーズの入り口だけちょっと意識してね、はい、必ず口が緩んでるように、口元緩めてるように開けとけばいいんですから、はい、まあ極端に言えばアホ面ポカーンとした顔でありがとうって言った方がよっぽどでかい声出ますよ。構えてありがとうなんて言いますよね。さあ行きましょう。伝えたくて、とかね、はい、こうあなたは登りますけどね、はい、見つめるけどとかって下がるじゃないですか、はいはいはい、だからこの辺あんまりこう音程でやっちゃうと、はい、ありがとうって伝えたくて、みたいになっちゃうから、滑らかにホールさせてあげる、ありがとうって伝えたくて、みたいな自然にね。だから逆に言ったらば、絵の口をしといて手って言えば、てほらすぐに絵に変わってるわけでしょ、その方がいいですよ。だから語尾ってやつはとにかく母音でこう決まってくるからね。だからその母音の口の形っていうのをちゃんと自分は分かってないと、あ手だったら絵だなと思いながら手っつったらもう絵の口のまま手を言ってる感じになれば必ずすぐに絵に変わってくれるから突っ張らなくて済むんですよね。とてもいいでしょう。今日はちょっとこのワンコーラスだけね、しっかりもう一回いきましょう。構えないでください、入り口ね、登るからって言ってね、開けとけば大丈夫だから勝手に上がってきますから。この声を受け止めてる。
流れた右手がまっすぐな想いを不器用に伝えてる、はい、いつまでもただいつまでも開けといてあなたと笑ってないから開けて信じたこの道を確かめてゆくように今ゆっくりと歩いてゆこう。はい、 OK、 それでいいです。ね、この歌はとにかくあの音符の数と言葉の数でこう考えていくと音符の方がすごく多いんですよ。でその言葉のところで例えば音符の方下の、ね、言葉の方だったらばたくさんこう言葉と言葉の間に横の棒がついてくるわけですよ。でそこのところがこの歌で言ったらはシンコペーションって言ってアクセントの位置を変えてみたりとか言葉と言葉の間にもしも横の棒が来たらば間になったりとかって結構忙しいんですよね。そのあたりを丁寧に歌っていってあげるとこの雰囲気出てくるんだけどもひらがなだけで歌っちゃうとあんまり感じが出ないかもしれないね。まずは今みたいに歌っていきましょう。これでいいと思いますよ。すごく1回目としては、ね、よく歌えてる。ただ1番で歌えたからといって、はい、2番はまた字余り字足らずがすごいからやっぱりしっかりとあのこの歌を聴いとかないとね、うん、ダメだよっていうのはありますけどね、は